信号営業10月10日から1982年11月27日は日本の海軍軍人、警察官、航空自衛官。海兵59期。最終階級は海軍で、中佐、警察で、警部補、空自で空将。1911年10月10日、佐賀県に生まれる。佐賀中学校を経て、1928年4月。 海軍兵学校に59期生として入校。1931年11月7日、兵学校を卒業。小尉候補生として、岩手乗組、練習公開に出発。1932年7月20日、巡洋艦、羽黒乗組。1933年2月25日、巡洋艦、あたご乗組。4月1日、小尉任官。月日、 第25期飛行学生拝命。1934年7月2日、立山空付け。11月11日、注九1935年10月15日、空母、龍城乗組。1936年11月16日、横須賀空付、教官。1937年7月30日、大分空分隊長。日中戦争勃発後。 海軍航空隊は中国空軍に苦戦を強いられていた。航空本部教育部長、大西滝次郎大佐の要請で、大村の96式艦上戦闘機が戦線に投入されることとなり、小田木一高橋健一角二空想、半田渡り、稲葉武雄、角一空想ラコメート、その総縦要員に選ばれる。大村からアルトゥル飛行場を経由し、 同期生の田中正臣中尉の89式艦航の引率で、甲州湾の空母、加賀へと向かった。全員96式艦戦での着艦の経験がなく、その訓練には1週間ほど要するが、着艦訓練を経ず全機着艦に成功した。8月18日付で空母加賀乗り組み、以降、南京での空中戦に参加するも、戦果は不明。 9月26日、96式艦船の追加受領のため香川、は、佐世保に寄港する。10月かしら、バイアスワン上陸作戦に投入される。10月7日、正直飛行場爆撃に向かう96式、艦上攻撃機後への96式艦上戦闘機4機の指揮官として9時50分母艦を発し、陳光現場上を率いる中国空軍第5大隊。 第28中隊及びしばらく編、第29中隊の5機と交戦。内カーチスホークに1機を撃墜する。部隊では陳上場以外の4機を撃墜した。信号は唯一残った陳上場と、応募式き1機より、左翼翼端に二発悲願を受け、直ちに追撃したが、飛行場の敵攻射砲部隊からの援護射撃を受け断念した。12月1日、対位。 鹿野や空分隊長。1938年3月1日、再起空付け。3月29日、再起空分隊長。9月2日、14空分隊長。1939年2月、戦線で不時着死不詳。同年11月15日、内地勤務になり、霞ヶ浦空分隊長権協賛。1940年8月20日。 岩国空分隊長兼教官。11月15日、大分空分隊長教官。協九1941年9月15日、高尾空飛行隊長兼文隊長。10月1日、台南空飛行隊長兼文隊長。1942年4月1日、第六航空隊飛行隊長兼文隊長。5月8日、元山空飛行隊長兼文隊長。 1942年7月1日、空母、昇格飛行隊長。第2航空戦隊航空参謀を務めた奥宮正武によれば、信号少佐は効かぬ気の戦闘機乗りの中でも、名だたる闘士だったという。信号は、ガダルカナル島に上陸する川口支隊を支援するため、8月30日、18機を引いて、同島を強襲し、敵戦闘機と交戦。 9月2日、戦闘機22機、陸上攻撃機18機で敵飛行場を制圧、敵上視察する。川口死体の上陸は無事成功した。10月、南太平洋海戦に参加。信号は上空時機援の任務についていたが、突然、第二次攻撃隊の援護に任務が変更され、敵空母の情報を知らないまま攻撃隊の後を追うことになった。 1942年11月1日、調査。11月15日、追記空飛行隊長、見分隊長。1943年7月1日、331空飛行隊長、見分隊長。1944年3月4日、202空戦闘603飛行隊長。6月1日、横須賀陳述付,付。7月10日、 341空戦闘701飛行隊長。8月10日、横須賀空付け。9月1日、252空飛行長。1945年4月25日、県戦闘304飛行隊長。8月15日終戦。9月5日、ポツダム新旧により中佐。9月20日、予備役。その後、北海道庁警察部に就職。 あばしり警察所勤務、警部補。1946年、警察退職。その後、農協主事、木材会社、あばしり主機株式会社等を転々とし、1951年に、信号を売り物工場を設立。1954年10月30日、二等空佐として、航空自衛隊に入隊。1959年8月1日、空商法に承認。 11月25日、第2航空団司令に任命。1961年7月15日、航空総隊司令部幕僚長に任命。1962年7月16日、航空幕僚幹部監察官に任命。1963年8月1日、北部航空方面隊司令官に任命。1964年1月1日、空将に承認。 1965年7月16日、航空自衛隊幹部学校長に任命。1967年4月1日、大官。海軍、空自における飛行時間は、計6000時間に達した。1981年4月より、咽頭がんで入院、放射線照射、冷凍法と薬物療法を受け、9月に昇降を得て退院。11月3日、 君山東随法賞を受賞。1982年5月より体調に衰弱が見られ、9月に東京医科大学病院に再入院。肺炎を併発し、11月27日死去、のぶ14位。ありがとうございます。